民営化が決定しました。大阪市議会は28日、市営地下鉄の民営化に必要な条例案を賛成多数で可決しました。これにより大阪市が運営している地下鉄各線は新会社による運営に移行されます。民営化は来年4月を予定しています。はい、ということですが、こちらに関していかがでしょうか。まあね、以前から橋本徹さんがね、大阪市長とかそういうやってる時から、はい、まあ、民営化ダウンドゥンみたいなことになって、まあ、今回正式にということなんですが、なんかね、大阪市が、一応、まあ、当面の間いつまでになるか分かんないけど 100% 株を持つという形で運営ということなんですけど、まあね、どこもそうです。東京とかでも分かりやすいと思うけど、なんか東京メトロは民間の会社で、東営地下鉄はこう都のが運営してる会社だから、はい、結構乗ってると都営地下鉄ってボロい車両多いなみたいな感じとかあったりするんですけど、そういう感じで大阪市も他のところも結構ね、市営地下鉄ってボロい車両多くて、まあ、さっきのね、御堂筋線の車両とかも見ても分かる通り、そんな新型でもなくスタイリッシュでもないみたいな感じの、まあ、昭和みたいな感じの車両なんですけど、その辺とかがね、だんだん省エネとか、その辺省エネ型車両とか新型車両に置き換わっていく可能性はあると思うんで、まあ、今後どんな感じにそういう運営が変わっていくかというのは、新会社になったら期待ですね。はい、はい、ありがとうございます。